BTS などが所属する韓国大手芸能事務所、HIBE からネクストガールズグループを誕生させるサバイバルプログラム、RUNEXT。RUNEXT の第5話で一時グローバル投票の順位が突如発表された。UNEXT は HIBE と CJN の JV レーベル、ベリフトラボによる次世代グローバルガールズグループの最終メンバーを決めるデビューサバイバル番組、7月28日。 デビューを夢見る参加者22名が計7つのラウンドコンテストを経て、自分の潜在力とスター性を証明していく。MC は少女時代のスヨン、コーチはカラのパクギュリ、2AM のチョゴン、マナワン出身のキム・ジェファン、シンガーソングライターのイヒョン、ダンサーのアイキが務める。ポジション掌握力を確かめる関門である4ラウンドが始まったが、ステージが始まる前に、突如スヨンから、 一時グローバル投票の順位が発表されることが告げられた。本番ステージを直前に緊張している練習生たちは、今、こんなに早く、と激しく動揺し、コーチ陣からも、残酷だね、胸が痛い、廃部ひどすぎるんじゃないですか。と練習生たちの心情を察し、同情の声が起こる。順位は6月23日から7月5日まで行われた投票を韓国国内50%。 海外50%で反映して決定されたもの。18位はソヨン、17位はイェオン、16位はヒメナ、15位はフーナ、14位はジョンウン、13位はヘオン、12位はモア、11位はモカ、10位はシャネル、9位はルカ、8位はユナ、7位はジヒョンと、次々に順位が発表されていく。コーチのイヒョンは、でも、本番前に知ると、 みんなのステージへの心構えも変わってくるだろうね、とつぶやき、このタイミングで発表することが逆に練習生たちに気合が入ることを示唆した。そして現時点でのデビュー圏内となる6位は自民、5位は自由、4位は恩比、3位は民主。そして1位には、日本人練習生のイロハが輝いた。驚いたように微笑んだイロハを、2位となった隣の4祖は笑顔で祝福する。4祖は、 関心を持ってくださった方が多いということが本当に不思議でしたし、2位という順位にもとても驚きました。本当に感謝しています、と笑顔でコメントし、イロハは1位になれるとは思っていなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございます、と嬉しそうに語っていた。RU Next, RU Next, ABEMAK ワールド。K World.